スノーマン、事務所に押されないグループが売れる拘束が発動スマップと嵐に続く可能性。初の4大ドームツアー、スノーマンファーストドームツアー2023アイドゥーミーを開催中のスノーマンだが、6月10から12日の東京ドーム公演では、一部ファンの恩漏れ参戦が物議を醸した。 会場周辺に留まることで、近隣住人に迷惑がかかるだけに、完全なマナー違反ではあるものの、それほどスノーマンの人気が高いという証明でもある芸能ライター、という。そんなスノーマンの大ブレイクに驚きを隠せないのは、他でもないジャニーズ事務所、テレビ局関係者、なのだとか。 もともとジャニーズでは、事務所に押されないグループが天下を取るという法則が囁かれてきたが、現在のスノーマンにもその法則が発動しているのかもしれない。嵐が活動休止を発表した2020年以降、ジャニーズはキングプリンス以下、キンプリを同社の看板グループに育て上げることを目標にしていたという。